じゃあ早速いただきます。こんばんは、てるです。で、今日は紹介する商品なんですけども、こちらのコーヒーメーカーを紹介したいなと思います。これはですね、私が7月11日に誕生日だった時に、友達から、コーヒーメーカーこれをですね、プレゼントしてもらいました。なんで、せっかくなんでこれも YouTube で紹介したいなと思います。さっとも上げていきたいなと思います。今回これちょっとどこのものかちょっとよくわかってないんですけど、メーカーがよくわかんないんですけど、コーヒーメーカー2カップというような商品でございます。開けていきたいと思います。僕はサクッと紹介していきたいなと思ってます。ついてたのはもうこの本体とコップ2つで、あとはもう説明書がついてました。せっかくなんで、あとはコーヒーの豆ですかね。もう言ったらこれはめっちゃコーヒーの匂いする。で、今回そのもらった時にこのコーヒーももらったんで、あとこのフィルターと、なんでも早速開けてちょっとやりたいなと思ってます。なんか見た目はすごいおしゃれですね。今最近ちょっと熱中症じゃないですけど、風邪気味ですごい鼻声なんですよ。多分分かりづらいと思うんですけど、もう1週間ぐらいずっと頭痛が治らなくて、多分日に当たりすぎてすごい顔焼けちゃってるんですけど、とりあえずコーヒー飲んでカフェイン取って元気出そうかなと思ってます。で、なんでこれ今回コーヒーメーカーをくれたかっていうと、夜中の3時とか4時ぐらいまで作業することが多くて、もう家にストックですごいブラックコーヒーとかを置いてて、で、まあそういうの結構飲んでるっていうのを知ってて、こういうコーヒーメーカーをで飲んだ方が美味しいんちゃうかっていうことで買ってきてくれました。中はこんな感じになってます。で、これをシュッと開けると、単純にこれでも粉をもう入れたらすぐできるような感じだと思うんで、やり方が全く分かってないですけど、とりあえずやりますか。ちょっとだけ洗っていきます、コップと。でですね、ここちょっと上の浄水フィルターっていうのがあって、これをとりあえず外して洗ってから使ってくださいっていうことなんで、こいつを洗いたいなと思います。今こいつは洗ったんですけど、こいつまだ洗ってないんで洗ってきます。この部分に水を入れたいなと思います。で、今回1杯でいいので150ml のお水を入れます。この中にですね、ラインが書いてあるんで、そこまで入れたいなと思います。1って書いてますね。はい、 OK。 置いて、次にこのスプーンで、これもともとついた付属のこれのスプーンなんですけども、これを2杯入れたらちょうど1杯分と量っていうことなんで、いきます。で、今回このアイスブレンドっていう、この友達が買ってきてくれたやつを使ってみたいなと思います。初めてです、これ使うの。こういうコーヒーメーカーでコーヒーを作るっていうのは初めてなんで、ちょっとあれですけど、なんかこれをフィルターみたいなのがいるんかなと思ったら、いらなさそうですね。もう直接この炎が入ってるフィルターに入れたいなと思います。はい、では早速開けます。めっちゃいい匂いします、コーヒーの。抽出口って言って、今回これは2つついてるもんなんで、本来は2つ並べてやるんですけども、1つしか入れない場合はこうやって真ん中に置くと、ちょうど1つ分のあれが出るそうです。とりあえず近づけて取りたいなと思います。はい、早速ですね、出来上がったので飲んでみたいなと思います。もう作ってる最中もずっと部屋中がコーヒーのいい匂いで包まれるような感じになってるんですけど、早速この出来上がったコーヒー、ちょっとやっぱどうしても周りにも飛び散ってるような感じですね。とりあえず一回飲んでみたいなと思います。はい、じゃあ早速いただきます。めっちゃコーヒー熱いっしょ。あ、美味しい。やけど美味しいですね。でも熱い。やけど美味しいです、本当に。なんか思ったより、そのプラスチックの匂いが気になるかなと思ったんですけど、全然そこまでっていうか全く気にならないですね。今回買ったこの豆、アイスブレンドっていう書いてるんですけど、これどこのやつなんですかね。カルディさんかなんかわかんないですけど、のアイスブレンドなんですけど、全然癖もなくてすごい飲みやすいです。どっちかともなんかサラサラしてるような感じですね。うん、美味しい。よし。まあそんな感じで、今日はこの友達からもらった、思ってる上熱い。今回ですね、こうやって友達に誕生日プレゼントでもらったコーヒーメーカーを紹介させてもらいました。で、まあ結構緩い感じでサクッと紹介はしたんですけども、もしこの動画ちょっとでもいいなと思ってもらえれば、ぜひいいねの方を押してください。また、チャンネル登録もまだしていない方は、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。本日は以上となります。では、ありがとうございました。バイバイ。Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong with might and with force. I'm with